私最近ね、ネネチのアザラシ動画をめっちゃ見まくってるんだけどね。さっきも言ってたね。さっきも言ってたんだけど、マジでね、あのアザラシ見るとネネチとしか思えんのよね。え、なんかネネもね、みんなに言われ始めてからね、アザラシのお人形とかキーホルダーとか目につくようになっちゃったよね。すごい可愛く見えてきた。アザラシなんだよ、ネネチは。じゃあ一番可愛い。あら、うん、可愛い。今日ここにいる人みんな可愛いもん。あー、そっかそっか。まつり先輩、ネネちゃんのことめっちゃ可愛いってずっと言ってたもんね、そば。ネネチ可愛い。ネネチ大好き。そうなんだよ、アザラシにしか見えないもん。これはどうなんだろう。この間も赤ちゃんアザラシの画像だけ送られてきた。どういうこと。ネネチ、あ、ナイス。あ、あ、乗っちゃった、乗っちゃった。いいよ、いいよ、攻撃攻撃。ほらほら、おいなおいなおいな、アホゾロかわいい。ほら、リスナーさんめっとる。まつり先輩のかわいいが結構尖ってるな。え、待って待って、ネネかわいいって言われるのちょっとやばくないそれ。でも姉さんも割と尖ったかわいさがあるの。ネネちはアザラシ。まずさ、ネネちゃんもネネちゃんとしてじゃなく、アザラシとしてかわいいって言って、その感性が独特。そっか。え、でも祭りあれだよ、アザラシの写さ、なんかツイッターとかでさ、たまに回ってくる画像とか見つけるとネネちゃんに送ってるよ。うん、そう、届く。あ、通信いるんだけど。そういえばね、今日ね、ねねちにね、ツイッターでさ、アザラシが水槽をお引越しするっていう動画みたいなの流れてきたの。で、送って、ねねちのお引越しって送っといた。そう、プール付きのお部屋へお引越しっていうのを送って、ねねちって送った。そしたら、プール付きのお部屋なんて豪華なんだって、うん、帰ってきたから。やっぱねねちゃんアザラシなんだよね。ねねち可愛いのでしょ。ねねち可愛いの。ねねちはアザラシだから、ツイッターにアザラシが回ってきたら、まあ、ほぼ100でねねちゃんに送って、ねねちって送る。超好き、うん。